で来たよ。こんな感じ。イエーイ。ちゃん。どうも。イエーイ。イエーイ。なんかみんな見えてるかね。アリちゃんだけだ。あ、カナピも。みんなありがとうございます。声が。大丈夫。こんばんは。私のいつ司会の握手会みたいになってる。私も握手会で声が枯れました。あ、でも治ってきた方。こんにちは。ごめんなさいね。ほら、大丈夫って声。大丈夫。ごめんなさいね。今日は8時とか言ってたんですけど、9時からになっちゃった。なんかね、さっきまでね、うん、お買い物行ってました。明日の準備。21時なのに元気すぎやろ。本当だよね。どんな時もこんな感じです。いや、まだ21時。まだ21時だって。夜はこれから。やばいやばいやばい。酒焼け声。何酒焼け声って。あ、酒飲みすぎて焼けるってこと。飲んだことないわ。まだ17歳。あの声になった時、あきら先生に、え、酒焼けかって言われた。あ、マジ。ちょっと喉がね。そうですよ。そして明日私たち2人で何があるでしょう。そうです。はい、いませんね。早い、聞く暇なかったね。ステージです。2人で。そうね。そう、でね、そう、ステージ。それでですね、あの、はい、何をねしようか今迷ってます。うるさい。行くよ。だって待ってます。あきらさんだって。あきらさん。あきら先生、あれだよ。何したいかな。あ、違う。何してほしいかな。そう。そう、明日のステージ。こじりかじゃない。リカリン。どっちでもいい。こじりかかわいい、なんか。リカリンでーす。いやー、こじりん自己紹介してる。自己紹介。ほら。こじりんザムービー、レディアクション。もっとやりなさいよ。こじりんちムービーレディー。あ、関東出身コンビだ。聞けよ、最後まで。あ、いや、やっと、いや、初めてだよね、リコちゃん。そう。イエーイ。コントみたい。シュンタン、シュンタンだよ。あ、シュンタン。今日行ったよ。明日、個別行くよ。ほんと？しおり推しだって。しおりちゃんはちょっと今日はいないけどね。で、明日何をしようかっていう相談を皆さんにしに来ました。そうです。何がいいと思いますか。なんかね、考えてるけどね、うん、なんか私らだけのみたいなことがしたいの。そう、したい。うちらにしかできないこと。そう。変顔はいつでもしますよ。え、もういつでもします、マジで。いつでもする。で、公園でもしてる。してるな。バータリゴンだけ。目合えばな、変顔して。キモい。前回、ゆずらさん。ゆずらさん？何やってきた？あの講座、一番からバータリー号の一番から二番に変えてる子を言ってたんだけど。笑いすぎ。その時の、ユーザーさんが、いや、変顔が。ちょっと今度ユーザーさん見るわ。ちょ、待って、本当にやばい。本当にやばかった。それでガチでリカ笑っちゃった。愉快ですね、研究生公演は。リカって笑い方、わらわら。草生えてるよ、いっぱい。酔っ払いやん。雑草。胞子活動。キモい。ほんとやだ。やば。ねえ、もう決まらずに多分終わると思う、今日。助けて、みんな。みんな助けて。ほんとに優しい。ね、助けて。うん。ね、何見てんの？怖いんだけど。何が見えんの？私に見えるんです。怖いから。
ね。何したい？何分間だっけ？ 10 分間とか。10 minutes。だるまがいっぱい。ありがとうございます。はいはいはい、ああ、なんかみんな言ってるよ。あ、ちょっと、じゃんけん。じゃんけん。今しようよ。じゃんけん。あ、明日じゃんけんだよ。あ、そういうことか、そっちか。うん、そういうこと。大阪来てびっくりしたことはだって。ごめんなさい。大阪来てびっくりしたことはだって。大阪来てびっくりしたことは。うん、何それはダメ。なんだろう、びっくりした。夜まで眠らねえなって感じ。街が眠らねえな夜までって感じらしいです。はい、次西です。タワー、あ、すごい、東京タワーだ。東京タワーだ。でもね、ちょっと違く見えるんだよ。え、そうなの？なんか左右反対なんだって。リカティ、今日いいことあったの？だって。いつもこんな感じよね。念願のリカリン。イエーイ！今日は握手会行ったよ。ありがとうございます。誰だ？リカティ、やばいから。マジ、マンジ。やばい、やばい。マジ、マンジ。この人こんな感じです、いつも。あ、マンジ。テンションついていけへんねえ。私もねえ、私もついてね私もついてけない。やめなさい。脳がテンション、リカリ赤ちゃんみたいだってえぇ、ベイビーベイビー、ココナだよ、赤ちゃんみたいな。歌歌ってってやっぱそういう方が。今日は声がハスキーだから、リカティのモノマネができる気がする。やってみて。なんだっけ。海ほた。海ほた。めっちゃ。だってバカにしてるって言われんだもん、しおりちゃんの真似とかしてたら。でも、うまいです、人の真似。歌い方がうまいですね。いや、リカティは、ちょっと声が似てるからやりやすい。ハスキーな感じ。やめな。あ。リカティのテンションめっちゃ好きだって。パトカーやパトカー迎えに来たぞ。やっべやっべ怖い怖い。もうどうする？本当に決めないと。うんうん、思ってる、君のって思ってるよ。本当？いたって真面目です。 OK。 みんな生きてますか？人生楽しいですか？やっぱり歌とかそういうのやった方がいいんですかね。でもみんなそれやるから、なんか理科やった方がいいですか？でもなんか今日握手会でも何やったらいいかなって言ったら、やっぱ歌とか歌ってほしいみたいな。変顔対決なんてやめたら。いつもいつも。じゃあ10分間変顔しよう、ずっとそれで終わり。ここの筋肉が漫才してほしいだって。漫才？それもちょっと思ったんですよ。そう、考えたんですよ。だけど、一応関東だから、なんか関西の子ね、なんか、笑いをバカにしてはいけないと思って、それに実際ね、やろうってなったらちょっと、つまんないかもしれないから、そうだよね、考えたんですよね。でも、考えてもらうならネタを考えてもらおうと思ったけど。喋って謙虚だってはい、どうもどうも、
リカティのフリートークがにコジリンが突っ込む。今みたいな感じですね。裏話を教えてください。裏話、この人が結構リカのことが好きっていう、実は、あ実はそうですよ。好きじゃないし、私のブログを読んでくれればわかりますかね。コジリン積んでるって検索していただければ多分ヒットしていただくので、はい、次カリンちゃん積んで、あ、そうですよ。ま、これは個別に来た時にでも話します。はい、ほら積んでだよな。だってほらみんな言ってるよ。別に積んでじゃないし。コジティ、まあ、何でもいいか。何でもいいな。もう、いろいろ。リカがさ、T がついてるから。あ、リカ T がギターもありなんだ。持ってくの？まあ、いいけども。でも、カリンはあまり歌を歌いたくない。24時間テレビ頑張って、だって。24時間テレビ、もう少しじゃないですか。ね。見るの楽しみ。ね、もう待機するから。マジ楽しみ。YNN 待機です。見てよ。顎押し。ここだけ押してくれてる。ありがとうございます。いや、別に出てないですよね。そんな。ねえ、これでも中学生の時から言われてたんだよ。出てるよねって。リカはね、あれだ。ありがとうございます。あれに似てるって言われた。ラクダ。ぽい。なんか携帯のアプリみたいなのがあって、小学校の時まだからガラケーなんですけど、なんかその自分の写真撮って送ると何に似てるか送るみたいな、あの奥さんサイトが送り返してくれるみたいなのがあって、でみんながこうなんかウサギとか、なんか可愛いやつのパンダとか、リコロコロロっとラクダっぽい。カリンちゃん好きって言いすぎて私学校で、あ、って言われてます。嘘じゃん。ほんと？わかった。かりんちゃんのじゃあファンの名前は、アゴリンで。ん？アゴ、ん、アゴで。アゴでいいんだ、アゴで。見直せたアゴ？今日アゴーつって、元気か？今日もアゴアゴしてっかー？わーみたいな。俺もアゴなの？アゴラーだって。アゴラー。あ、いいよ。いいじゃん。よくないけどね。私、私のファンだよ。あ、体操着はよーだって。体操着着ようね。え、もう、学校の？違う。今日も握手会にいましたね、体操着。なくてよしだってよ。ココナタンが、ね。あ、アゴーレだよ。あ。って書いてあるよ。どうも。アゴーレ。もう、アゴっていいね。あのワード出したらこうなっちゃうからやめて。みんなアゴレ、アゴ、アゴ、アゴリン隊。もうみんなアゴリン隊。アゴリン族じゃん。アゴリン族ってなんやねん。カリン島。カリン島の島がその島ってこと？すごーい！リカはアリカのファンの名前は？みんな虫かな？ラクダ。ねえ！ねえ、名前書いてない。名前ラクダ。いいね、ラクダ。ない。わー、韓国のリカティのファン。あ、ヨロブン、ありがせよ。清水リカイムニだー。すごい、喋ってるの。何言ってるか全然わかんなかった、私今。アニハセヨー。ぐらいしかわかんない。イムニだ。清水さん家。家。なんて読むのこれ。池？清水さん家？清水さんち。ち？ごめん、次。あ、行こう。清水。ああ。コジリンって何歳だってよ。17です。え、韓国人なの？え、違いますよ。違います。韓国が好きなだけ。老けてるんでー。よろぶーん。え、韓国人に見えます？イエーイ。そんなこと。いいじゃん。かりんちゃん、会いたいぜー。ありがとう、ゆうなちゃん。研究生公演当選した。イエーイ。あー、しゅんさん。イエイ、待ってますよ。いつだろう。しおいちゃんの生誕の時かな。どっちが年上？はーい、私が年上でーす。こう見えてもこう見えてもリカティの方が。リカティのファンは清水寺。あ、間違えた、清水寺。あー、清水寺。そっか、清水って読むのか。うん、そうだよ。二人顔似てるよね、よく言われます。
でもよく見たら違います。違うの？よく見たら。ミカの方がちょっとムチッと、あの見分けのあれができるんですよ。ちょっとムチッとしてて変な方が私。で、落ち着いてて細い方がこっちです。で、とりあえず、あの子うるさいなって思ったら清水理香だと思ってくださいね。そうだよ。でも握手会はなんかうるさいって言われる。セイラちゃん、明日のサイン行く。え、ありがとうございます。いやー、セイラちゃん。了解。確かに。確かに。だって、だから、見分け方。見分け方？身長高い方はだから。かりんでーす。何センチがオッケー？ 164センチかり。164センチぐらい違います。意外とね、あれね、一緒に見えるけど、意外と4センチ差がありまして。そうなんです。ね、結局何する？ね、本当だよ、何する？で、ちなみに今日は10時までしかできませんので。一番好きな、何一番好きな、え、こういうの大好きなの、あ、歌は？僕らのユリイカ。あ、LMB でですか？でもよく言ってる、これは。見分けつかんだって、いやよく言われる。え、本当によく言われますよ。今日も、5人、3人ぐらいにリカティって言われた。コジリンですって言った。顎で見分けるなんだって。唇乾燥してん？ん？青森から見てるよ。うわ、リンゴだ、リンゴリンゴ、あリンゴだよ。リンゴモノマネしてだって。あ、じゃあやりますね。モノマネします。何のモノマネ？これアニメとかいいの？わからない。似てるんですけどね、リカティの。握手会でやってもらいな。うん。うん。アーヤンの真似して、この前はなんかあったけど、難しくない？アーヤンの真似って。うん。え？え？できない。あ、アーヤンの真似。写真撮るとき。それバカにしてんだろ。怖い怖い。みかん娘は？だって。みかん娘は今日唇乾燥してる。だって、え、全然ですよ。逆にペッタペタだね。いや、塗りたてなの。そう見えるのかな。画質悪いかな。リカティが引きかかりしてコジリンが踊ってる。踊る。それもワンちゃん。画質良好だって。そんなに見えんの？いやいや、ウーパールーパーって。何やってんの？え、出たの？何やってんの？これで一回好きでめっちゃ見てたっていうのがあったの。メンバーのモノマネして今ここでですか？うん。それとも明日？でも今日はリカティの寝起きのモノマネやっとできたからね。違う。でもママにそれ言ったの。目のパチクリがこんな感じなの。で3秒停止するよね。で、そう、理解した瞬間なんかさ寝てて、リカティが、それでなんか疲れてた時に、疲れてて寝落ちって感じだったんですよ。でそれで3時間後ぐらいにリカティを起こしに行ったら、その日にね、そう、なんかさ、お昼寝しててさ、パッと起きたらさ、え、朝になってるみたいな感覚あるじゃん。めっちゃわかる。だからその感覚に陥らせたくて、リカティに、ねえ、もう朝だよ、ねえ、今日仕事あるよとか言ったら、リカティが、仕事今日、仕事、え、朝違う。めっちゃ面白かった。なんでさ、それさ、まずさ、かりんちゃんたち、え、やばい、仕事に遅刻するっていうのと、お風呂も入ってないってことだから、あ、いろいろやばい、どうしようっていうか、なんだろう、仕事ってと思って、あれ、今日あったっけとか、もういろいろ考えたんだから、もう、心臓に悪い。面白かった。飛び起きたよね、あの時。X 知ってる？知ってます。いい。え、あ、ダメか。公演曲何が好き？迷う。金蓋。わあ！
だってこの子のね。ロロスが好きだって。うん、素敵な曲です。リカ関東で待ってるね。みんな待っててな、関東で。私の生まれたところ。それが関東。関東カンフー。関東カンフー。何言ってんの。やめなさい。関東。千葉県民だよ。あ、もう家族ですね。ファミリカティ、もうみんなもう心配しちゃって、もリカちゃん大丈夫、お酒飲んでないとか、もうめっちゃ来てんだから、テンションやばい。それな、すずちゃんはどんな子？いい匂い。どんな子でいい匂い？いい匂いで。たまにネジ外れるとやばい。やばい。公演終わりのDMM がやばい。なんか基本的に5期生みんなやばい。やばい。なんかあるせい、このベースにあるもの全員やばいな。やばい。そう。ニカティが一番変。また一番だって。ポジティブシンキング。ココナってどんな味？ん？甘くて美味しくてふわふわしてる。食べたことあるのココナ？うん。毎日、今日も食べてきた。美味しかった。レイちゃんどんな子？レイちゃんもいろいろやばい。レイちゃんもやばいな。いいな、いいな、え、いいな。よく言う。ドビー。いいな、ドビー。ドビーのモノマネが可愛いんですよ。誰が一番おとなしい？いいねっていうなんかさ、なんか来てる。ねえ、無視しないでよ。何？誰が一番おとなしいって聞いてんの？おとなしい。ミオン。あ、でもうるさい時はうるさいな、ね。え、おとなしい人いない？あ、確かに。あ、いや、うん。あ、常識人、落ち着いてんのはこの人です。でも、この人やばいんで、いろいろ。ぽくないし。なんか二人カップルみたいになって、キモい。最近のモモルンはどうですか？あ、ファッションですか？最近変なおにぎりの変なの買ってました。私とレイちゃんは絶対に買うなって止めたんですけど、買ってたな。なんか買ってました。あ、リカティのご帰省密着ダイジェストが載ったみたいだよ。え、うそ！あ、皆さん、明日の、11時半だっけ？見てます、今。ねえ、マジ？ぜひ皆さんも見てね。出たえ、皆さんも見てね。YouTube でかわやん TV の明日放送の私の回なんですけど、の予告みたいのが、載ってます。うん、載ってる。ねえ、もうリクロおじさんにも会っちゃったんで、私。いや、もう友達、リクロおじさんと。友達とも。リクロおじさんと喋ったことない。マジマジ。ああ出てきた、かわいい。で、しおりちゃんとかりんちゃんも途中で参加していただいて、その、楽しかった。見ていただいたらわかるんですけど、NMB48 っていう曲あるじゃないですか。の出てくる名所全部を回るっていう企画を私ずっとやりたくて。めっちゃ前髪短い。え、リカティ泣いてんの？え、泣くのあなた。ね、初めて泣いた。ね。何これ。このシーン何今の。何あれですね、結構泣くのあなただって。泣くの、ねえ、何で泣いてんだよ。あんまりリクディが泣いてんの、なんかでもあの時見たんだけど。どの時？やめて、ね、黒歴史。黒歴史。コジリのリアクション、このまま雑談でいいんじゃない？だって。そうする？どうする？明日何しよう？本当の目的からそれってないだな。すいません。そうなんですよ。すいませんね。すいませんね。それ、やっちゃうんですよ。よく。ずれて、こう、膨らんじゃって、そこへ、またずれて。で、またこうやって。30分で、あと30分で決めましょう。誰が一番うるさい？どれがうるさい？いつも。どれがうるさいっすか？あ、ウィルスクリーンショットタイムですよ。リカティの声好き。いいよ、真似してあげる。ウニホタルを、たまりすぎれば。思い入れの
涙ってにじむ。早く決めようよ。似てて笑った。そう、今のはちょっとふざけた。怖っ。リカに会いたいよって言ってるよ。ほんとかいね。山田のモノマネもむずいよね。結構ビブラートぐらいかな。僕は無理だ。ねめっちゃ綺麗だからね。夏のすあれで、あれだよね、裏声の使い方が特徴、綺麗、めっちゃビブラートして、うんうん、真似できません。貞子って言われて、あ、よく言われてましたね、小さい頃。あ、もっと髪、今これ多分ちょっと短いぐらいなんですよ、一番今人生生きてきた中で。あ、めっちゃもっと長くて、で、あのお化けやごっことかするじゃないですか、絶対私貞子なんですよね。はい、いつも貞子。リカちゃんは貞子ね、何もしなくていいから。いっぱい来てるよコメント。リカティのパーカーかわいい。今日ココナと色違いでした。ねえ、めっちゃかも。ありがとうって感じ。リカティに感謝。そう、ココナ今日ウサギやったんです。私は黒ウサギって結構闇が描いてそうなウサギなんで。でもココナはピンク、真っピンク。あ、ブログに載せるのあと見てください。あのリカのブログで清水リカって書いてある。ぜひコメントも。カリーちゃんポリーテール可愛くないですか。よくこれやるとさ、ニンジンって言われなかった。中学校言われなかった。そうよく言うからやられた。ニンジン。嘘じゃん。ポニー、ニンジンじゃねえし、ポニーだしとか思ってやったポニーテール可愛いって。ポリポリね。ちょっと前髪がやだ。斜め前髪。なんかさっきのあれもめっちゃ、ね、めっちゃくすんでない。この携帯汚い。ウマリン、ビッグバン知ってる？知ってます。夜が来た。あ、リカモバメと、あ、今届いたの？さっきね、リカモバメでね、この告知をしたんですよ、ショールームのショールームの告知をね、したんですけど、なんだリカティやえばないかい。めっちゃ花並び。バードかっこいいって。ツイッター解禁が待ち遠しい。あ、私さっき言ってたんですよ、帰り帰りんちゃんに。私絶対ツイッターやったら寝起きドッキリします。みんなに宿泊とかの時に動画載せられますよね。だからこうまずこう入るところから、寝起きドッキリするの大好きなんです。だからこうやって、おはようございます、今朝の5時です、それではお越しに絶対本当にやる、本当にやる。開きました。もういいからやんだし。明かりがついてますね。やりたいです。いいね。24時にリカティにやっと会えるよ。イエーイ。暗くて見えなくない。あ、寝起きのキリが。そうそう、絶対飲んでる。ノーノーノー。あ、本当に私飲んだことないです。逆ドッキリあるかもよ。確かに。確かに。私が逆に部屋行ったら誰もいないみたいな。え、あ、あ、私が出されるってこと、ね。あ、そういうこと。逆ドッキリ考えとく。ドッキリやりたい。絶対面白いと思うの。マジ。今年はどんな1年だった？プライオリティの裏話を。ほら、いいなよ。いっちゃいな。大好きって、ももかさんがかっこよかったって言ってますよ。かっこよかった。ね、すっごい優しかったし、なんか、めっちゃなんか似合ってるよみたいに言ってくれてるの、うちらに。そう。他にずっとこうやってこんな感じで。なんか一応、木下ももか様選抜らしくて、めっちゃ嬉しかったよね。なんかもっとミュージックビデオに出れるのって先だと思ってたから。ね。それも、と思って、フレピカットめっちゃ本当に壁だったらこんな感じで言ってた。明日のリカティ密着のやつ絶対見るね。ありがとうございます。見ようね。私一応カメラの前で泣いたのはあれが初めてです。やっぱり、うん、そうだよね。あんまり泣いてこなかったんで。あんま泣かないんですよリカティは。
他にも泣かないけど、ね、あんまり。いや、泣くお前は何え、こないだいい、ちょっと待って、焼酎泣いてます、ほんとに。え、めっちゃ泣いてますね。もうやだーって、これ食べながらやってちゃう。やだーって。じゃあ、ナミさんに慰められちゃう。そう、ナミさんが慰めて。え、めっちゃ泣きますよ。ほんとに、あの、言いますよ、みんな。この5期生のボスはですね、あの、ボスマジ、結構こんなね、スタイルも良くてこんなですけど、泣き虫ですよ。ほんとに。ね。鉄の女リカティ。鉄の女ってどういう意味？あの何にも鉄みたいにその波動じないってことですよ。かっこいい。動じてるんですけどね。それを隠してるだけなんです。なるほど。ご期生密着いつも泣いてる？みんながメンバーが。確かに。これなんで全然の時泣いてた。泣き虫くじりん。泣き虫くじりん。ダンス好き。意外と可愛いだった。ダンス好き。意外。意外と可愛い。ありがとうございます。泣き虫小島。さっきが言ってるよ。まあ。泣き虫なの？ナキリン。あ、もう今度ナキでいじられるよ。え、もう顎じゃなくなったらよかった。あ、顎より。リカティも場面、今来たって、私的には始まる前にこうついて、あ、ショールームやるんだ、見よう、ポチ、みたいなの想像してたんですけど、ちょっとうまくいかなかったですね。ガッピーン。アキラはどこ？アキラ先生は。もういつも私たちの、ここにいます。そうそう。ここにいる。ここに。に、え、泣きあご、リカティ、ガビー、好きだね。ガビーン、ガッピーン。ちょっとついてきなくなってきた。いいとこ、いるな。ここっすよ。はい、いひ。かっけーえ、よくやばし、よくやばし。ピーなの、そう。ガビーンじゃん、ガッピーンです。ピーなんだ。そうですね。緊急請求とサビだけ聞いた。ありがとう。坂道をゆっくりと登るから僕たちはいつ、はい、次行きまーす。昨日も3、もうめっちゃ来てる、ね、そう、あの、自分の声が CD に収録されてだけで、ムレピン、それもめちゃくちゃいい曲じゃなかったですか？研究生の12月28日の劇場版に収録されてる太陽が坂道を登る頃っていう曲なんですけれども、あの研究生の曲でしてですね、あのほら結局明日何をするのって来てんじゃん。何しようかな。なんだよ。何？何何？何？なに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 ね、何してほしいですか？二人いいコンビやな。よく言います、よく言います。ありがとう、むちょさん。キスでいいんじゃない？こんばんは、田辺。キモキモキモ。リカティロボットダンス。オオカミとプライド。でもね、そう、それはちょっと理由があって、この前でもね、ショールームでもね聞いたんですけどね、今度ショールームでやろう。なね、どうやって曲流した？歌っちゃい、歌って、あ、そういうことね。ファッションショー、ぶりっ子対決。やだ、え、もうニンコとかもう一緒で、もうリンコとか、そういうのできないんで。もうリンコって、なんですか？モザイク。リンコ、もうリンコわかんない。キモい。太陽が坂道を登る頃、泣きながら聞いてたよ。嬉しい。だってカリも泣きそうだった、初めて聞いた。いや、泣いてた、泣いてた。泣いた、泣いた。きつい、きつい、だって。リカティのダンスを見たい。あー。しゃーがないな。萌え対決とかそういうのはね、あれなのよ。あれじゃないの。キャラじゃない。じゃあ、コウさんがキス顔してって言ってるからリカティしてあげて。いや、そこはしてよ。さっきまでブリッコしたの。キス顔ってな、キスって何ですか？キ
素顔はちょっと急にリカティの女装がいいな。ちょっと待ってねえ女特に男っぽいとこ見だめリカちゃんはアンチとよく話すの？アンチさん好きで、大好き、たまにお話しさせてもらってます。アンチさん大好き、トキちゃんのよかわいい。手紙読んでる？あ、あれですか、ファンレターですか、うん、読んでるよね、読んでます、大切に。じゅんさんありがとうございます。いつも2人で R1 出て。何それ？飲み物で R1 って。 R1 ってあのインフルエンザにならないように、なんかビヒザ、なんかあのビフィズスキンみたいな赤いやつ。 R1 って何？僕はリカに怒られた。リカティ来たよ。あ、ありがとうございます。リカティ私のツボ。ツボ、じゃあこの辺がリカティツボって決めましょう。こう顔にツボって何個かあるらしくてですね。オッケー。かりんちゃんに怒られたいだってのんちゃん様が言ってるよ。はい、のんちゃん、ボス、ボス、ボス、怒られた。プンスかね、笑ってけ。ボス怒らせたら怖いんだからね。ボスでも怒ったことあるよね、なんかの時、なんかコンサートの時。リカニじゃないよね。本気でカリンちゃんが怒ったの。あの、あれから怒ったことあるカリン。うん、あんまりよくないカリンちゃんが、まあ誰とは言わないんですけど、コンサートの時に。そう、でもこれ言ったこの前。ほんと？もう。しおりちゃん？そう。そう。ちょっと間違えちゃったんだよね。で、何回もくくりって、それで、で、リカが、なんか言おうと思ったのがこう終わったってね、間違えたらほんと気をつけなよって言おうと思った。違う、だって、でもね、初めてのコンサートだったからね。しょうがないよな。立ち位置の見方がまだ分かってなくてね。うん。そう。で、それで、リカが言おうと思ったの後で、こう、はけた時に言おうと思ったらもうすでに。もうすでに言ったじゃん。で、なんで間違えたの？ねえ、しおりちゃんって言ってたね。あん時はちょっと自分も切羽つなんかちょっとやばかったから。怒る初めて怒った。ボスが怒った。あれが最初で最後に。ねえ、ボスキャラいいと思うよ、マジで。いらないわ、そんなキャラ。裏のボスみたいな。何それ。でもね、その可愛いあんの無国籍密着のやつをいつもコメント付きで見てるんですよ。あ、見てるね。そしたら、まあ、ボス登場みたいな。カリンちゃんが出てきただけでボス、ボス来た。ボス登場、ボス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 。どういうキャラですか、私。リーダー、候補。そう、解説。しもしも？しもしも？さよなら。え、さよなら。なんかさよならって言ってる人がいた。さよなら。さよなら。清水さん何言ってるかわからないこと多々よくあるんですよね。でも自分の中では一応あのその過程があって、さよなら黒オル青い海キーザキンダ大好きだった。あなたの OK です。次行きます。告白してや。標準語で言ってみて。好きです。好きっす。チャラ。愛してます。女子にキュンとさせてください。多いですね、そういうの。あなた好きやの、あ、ダメか、ダメか。好きやの牛丼。しゅんくん、リカティ今日行けなくてごめんな。大丈夫ですよ。許さないかな。そこは許せよ。事情があんだよ、その人にも。ごめんごめん。明日はカラオケ大会。でもね、こう相棒がこう喉がこんな状況だからね、ちょっとかわいそうはですね。独り占めだー。リカティにも怒られたい。あー、上等じゃねえか。怖い。そういうね、ドラマを見てきたから知ってんのよ。ダンス対決。フラダンスやろ、フラダンス。やったことな。
リカリンで押し飯やったら面白い。押し飯。押し飯って。押し飯と飯飯の夜の絶対やだね。なんで？だって触ったりするんだよこうやって。ああ、なんてやりたい。リカモモネさん。カリンは。いやココナってまたちょっと違うもんね。ココナじゃなくてそれはダメ。誰がいい？ナオミさん。いやー、ナオミさんとはもっと可愛いのがいい。押し飯。独占権とか？そうそうそう。リカティ、ミチャコが喜んでたよ。じゃあ、I'm sure。 ん？何それ？やるか？ I'm sure。 聞いたことある？もちろん。うん。わかんない。英語は無理。リカリンの滑らない話。でも滑らない話っていうのは滑るから面白いんだよね。滑らない話っていうのは、お腹すいた。めっちゃお腹すいた。みんなの好きな食べ物は何ですか？私は冷やし中華です。夏はずーっと毎日冷やし中華食べてました。でもでもの好きです。だから食べたらどこのコンビニの冷やし中華かわかります。コロッケ。何コロッケ？リカリンに好きって言われたいだって。セイラちゃんだよ。好き。好きっす。好き。好きっす。好き好き好きプス好き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 リカティ可愛いかもかもって何可愛いんだよカモの橋カモカラコを入れたりする入れちゃダメなんだよね、うん、入れてないですほら入れてないです昔は眠そうなめアヤティンにあ見えなかったあら綺麗な白目白目コジリンコンタクトはだってコンタクト今日も入れてるチョコチップついてるよまたまたですよカリンちゃんとリカティが笑ってたらそれでいいリカティに手紙書く ありがとうございますおめえ乾いてないよいつもリカに怒られてるメバチコかわいい。メバチコじゃない、ね、メバチコってさ、物もらいのことでしょうん。メバチコじゃないんですよ。これ、涙袋ですよ。もともとです。ちょっとね、もともとちょっと、腫れ気味で涙袋が。いいじゃん。で、あと、三重なんですよ。三重だから、腫れてるように見えるけど、全然、違うんですよ。いつも心配されるんですよ。違う。メバチコじゃなくて、もともとこういう、三重なんです。そうなんです。ハート。すごく不自然な二重。あ、そうなんですよね。三重なんですよ、もともと。でも三重ってあんまいないから、よっしゃーって思って。いいね。リカティ、待ってて。待ってます！ほら、もうみんな明日何するのって言ってんじゃん。何する？あ、もう43分。早っ。やばい。目覚める一言だって。何に？わかんない。何に目覚める一言？清水。なんだよ。いじった？やめていじってないいじってない本当にお願いだからいじってない元からなんです。元から見えなんですってそういうことでしょ？あ、そういうこと。うん。やめて、本当にお願い、マジで。元からです、本当に、マジで。本当に。こういういじりのことかと思った。いじり。元からなんです、みえ。確かにちょっと不自然ですよね。ほら。綺麗だよ、二重。リカティ。元からです。ほら。見て。ね、人工じゃないやめてマジで本当に人工って何なんか作った二人って言ってほらみんなやめてめんどくさいからマジでめんどくさいから本当違うの本当に次行きましょうお話の話題にだから明日何するねえ本当に違うんだってなねそのネタになっちゃってるよ全部何円かかったいいからモノマネ大会うん、
それはちょっと事故りそうだからな。加湿器。何言ってんの。ココナタについて語るのはやっぱしおりちゃんとかな。ココナタいないしね、明日ステージには、うん、呼んでもいいみたいだけどね、いろんななんか大変ね。これ昭和生まれ。そんな老けてる。老けてない、老けてない、うん、イカティ目がない方ね。ん。そんなことないよって言ってるよ。別に老けてないですよ。そうそう。ステージ何時からだって。何時から、わかんない。調べときます。で、ブログとかに書きますね。そうだ、ブログ書かないきゃ。明日ディズニー。アンチュさんの握手会昔通ってた。え、知らなかったの。そうなの。アンチュさん行ったことある。かわいかった、ね、めっちゃかわいい、大好き。マジでだって。マジマジマジマンジ。普通に二人ともかわいいよ。明日行けないからエアキスして。にぎにぎ。どうも、あ、どうも、しみじくとおります。リカティ、もしかして、忘れた？ん？何が？何を？忘れ物？なんか今見えたコメントがあったのに。コジリンのお尻が好きらしいだって、アンチュさん。そう、触ってくれるのめっちゃ。めっちゃこの人細いですよ。本当にやばい。食べてる？あ、食べてるんだよね。めっちゃ食べる。夜とか寝る前さ、アイス3本食べてるんですよ。ねえ、ちょっと、ほんと。これママに聞かれたら怒られる。神様って不公平。本当に。お肉あげようか？お肉食べたい。足がすごい、本当に。本当細すぎる、やばい、マジで。ムカつくだってすいません。ママーだって、ムカつくわ。ごめんなさい。あ、私ごめんなじゃない。明日は質問マッサージ。いいね、いいな、行きたい。カリ YNN で一回行ったけどね。あ、行ってたね。あ、行ってないの。あ、質問な。レモンアイスそのぐらい食べてるよ。あ、一緒だ、お揃いだ。コジリンはモデルさん。コジリンもうちょっと肉つけた方がいいな。真面目に心配されてる。キタケンじゃないよ、キースターの時の顔を。笑わないからさ、キースターって。ここに影が入るの。いかはさ、こんなんこんなん。かわいいよ、その方が。こんなんだ。顔だけがね、ね、げっそりしちゃうんですよ。二人の握手、神対応だった、だって。イエーイですってよ。あと12分だって。こんなことしてる場合じゃないんだよ。結局何も決まらずに終わりそうです。逆にこうやって気ままに話してる方が面白いかもしれない。何かやるというよりも。うん、でなんかその喋れるっていうのがさ、一応武器じゃん。うん、どうしたの、なんで笑ってんの。急に真面目に話し始めたから。意外と真面目だよね。うん、これぐらいね。この前最前で明日ディズニー行く、うん、いいな。二人の握手よ、読めない。おお肉よりココナタン。うん、ココナタン。ユニバ行こう。行く、行きたいな。オーディション。リカは僕のお姫様。どうぞどうぞ。あげるあげる。リカみんなのお姫様。大丈夫、そういうの。って言ったらパパのだって、リカは。パパが言ってたの？うん。うわ。パパ、リカティのパパめっちゃ面白いんです。コジリンって言ってくれる。コジリン、コジリンさ元気？コジリンと仲良くしてる？もうほんとコジリン素晴らしいよって、ね、うん、パパコジリン推しなんですよ。そう、コジリンじゃなくてコジリンって言ってくれる。何回もコジリンって言ってんのにコジリン、コジリン、うん、そう、コジリン。鼻ホジリン。汚い。二人の共通で好きなものある？だってキムチ鍋。
キムチ鍋。お腹すいた。あとさ、高校生だからさ、いろいろ話し合うよね。うん。あとさ、関東だったから。うん。その地元を離れてね。旬の感じのこと。あ、目がない方ね。私も千葉に住んでるよ。あら、家族ですね。ピアス開けてるって。あ、さっきその話してたの。お店で。開けてないから、開けたいんです。あの、こっち、ここ、これ。やべ、ここ、ここに、これ。ここに、これちょっとさ、絶対痛いからやだ。ふっと見えたときに、うっ、オフジェンドはへぇーみたいな。そう、いつもイヤリング。軟骨みたいな、ここですね。そう。まだ開けちゃダメだから。ね、研究生のうちはね。開けてんの？どういうこと？開けてるって人が、あれ、今。あ、そういうことか。え、痛くないんですか？痛そう。あと学校もね、ダメだからまだ。シュンタンじゃなかった。シュンちゃん。あ、あ、知ってます。マジか、高3だよ。シュン、リカティ。痛くないよ、だって。韓国さん、痛いよって言ってるよ。あれ痛そう。あと10分だって。あら。まだ中2だから無理。あ、中学生のうちは。痛いよって。開けたいよだって、なんか友達にいたけどさ、うん、なんか寝るの大変って聞いたことある。こうやってやるだけで寝るときに痛いって。え？聞いたことある。でも、リカ寝ないからいいか。そっか。そっか。安定だもんな、寝てないの。くじり指どうしたの？何、なんかあると赤くなってるとか。赤赤赤い。書いただっけ。リカティ好き。あ、りょうさん。なんか巻いてたからだって。巻いてた？え、でもね、確かにね、画面上でなんかね、リカも一緒に巻いてるように見えた。光の加減かな、うん、指長い、マジで。金属アレルギーで諦めた。あ、そういうのもあるんですね。髪染めてるって。染めてない。あ、でもなんか。あ、染められたね、真っ黒に。もともと地毛がすごい茶色いんですよ。そしたら、なんか、本当に染めてるみたいになっちゃうから、それまだ研究生だし、つって、入った時黒染めされたよね。真っ黒だった。自分で。誰みたいな。で、レイちゃん、レイちゃんに、カツラ見たまだそんな仲良くない時、全然喋ったことないのに、え、カツラ見たそうだ。だったわ。地毛はいいのに、でもなんか星、本当に茶色いよね。めっちゃ、私もさ、超茶色い。でも痛みますよね、やっぱ髪の毛って。あと多分ずっと伸ばしてたからだと思う、めっちゃ。あとプールとか、海とかでこうやられちゃうんですかね。明日テスト頑張れる一言、頑張って。いや、思ってないでしょ。うん。いや、もう一回ね、全力で。頑張れよー！明日入試やねんけど。だって、まるかちゃん。頑張って、みんななんか明日いろいろあるんでね。ねえ、大変。日曜日か。ほこり。シャンプー何使ってるんだって。会社名だから言っちゃいけない。あ真面目でーす。今言おうとしちゃってた、普通に。明日家に帰ります。んリカディ、髪の毛短くしたことある？あー、ない。今が短いぐらい。やば、一回ショートのイメージないよな。確かに。熊本に来てよ、こうさん。くまもん、熊本に友達います。くまもん、初眉毛好き。前髪じゃないか。バツン。待って。うん。あと7分ぐらい。6分でーす。ということで、ハワイに結局決まりませんでした。私もいました。結局決まりませんでした。名前まで呼んでくれてありがとう、まるかちゃん。ありがとうね、みんな。ありがとう。PPAP したいだって。PPAP。うんぱ、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 うんぱ。あ、ペンパイラポア、ポペン。お互いのモノマネやって、だって。だから、海ほたるを、だってば。かりんちゃま。なんかちょっとさ、こうやんない？写真撮るとき。うん。かわいい。そうだ、違う、写真撮るときっていうか、なんか、たまに喋ってると、わかった、みたいな。うんって。なんで？あんまりね、癖でもないよ。うん。なんだろうね。無視だ、無視だ、無視だ。二人いいねーだって。ありがとう。僕は、リカミヨン推し。
あ、マーチングって知ってる？あ、知ってます？マーチングって？違うでしょ？マーチングってさ、マーチングバンドみたいなやつ。あの犬がさ、あの自分の住処みたいに物を出す。あ、それマーキングだ。マーキングも聞いてた。マーキングだ、間違えた。え、で犬がさ、おしっこ。うん、じゃあ、それマーキングっていうのは自分のいい種にする。なるほどね。明日のかわいやんリカティ会だね。そうなんです。いい、皆さん見てくださいね。携帯が鳴った。みんな大好きって言ってるよ。ありがとう。かりんちゃんって人が、かりんちゃんって人が、え、すごい、かりんちゃん大好きになって嬉しいです。今日ね、でも今日の握手会にもかりんちゃんっていうちっちゃい女の子が来てくれた。え、ちっちゃい子？そう、同じ名前だったんです。かわいかった。見てるかい？かりんちゃん不足だって。ほんとに待ってるよ。ゆうとさん順位発表して、あ、いきまーす。じゃ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 、13位リカリンだって書いてある。イサオル、あとリカリンさん。ありがとうございます。12位、オックンさん。11位、カイエンさん。10位、はいはい、リアルソウルセイケ。9位、あ、違う、あ、違う、あれ？あ、9位、ダブルミッキー。ミッキー。で、8位、サカイさん。7位、オカピー。ああ、ありがとうございます。あれ、6位、ヨッシー、あと、ココナオシー。出た。5位、シロちゃん。ちゃん。4位は、なんか OT、 OT さん、今日はありがとうございました。3位、島中たち。なんて言うの？島なた中たちみたいな。ありがとうございます。次、ごめんなさい、読めなくて。2位、山戸純さん。あ、純さん、ありがとう。そして1位、うわー、かずきさん、イエーイ、ありがとう。いつもね、待って、本当に大丈夫？大丈夫です。大丈夫。かりんちゃん、会いたい。ありがとう、みくまるさん。いつもね、ありがとうね。あとで、のどあめさ、あげるわね。ありがとう。かりんちゃん、ごめんなさい、のどおかしいの。本当に大丈夫？全然大丈夫です。皆さんも体調には気をつけてください。あ、いや、もうね、風邪ひいちゃってるからね。うん、やばないって。あ、関西弁だ。大丈夫？ガラガラですね、すいません。ガラガラですね、すいません。うん。そう、出ない。話をしすぎて、あれでしょ、今日のさ、握手会でさ、みんなに会えて嬉しくて張り切ったでしょ。久しぶりだったからね。うん、いや、わかるよ。ちょっと乗ってきて。いかもそれ一回やって、声潰れたから、マジ。マジ。ねえ。うん、あったね。かりんちゃん大好き。ありがとう。嬉しい。誰？無理しないで、だって、うん。全然無理してない。楽しんでます。もう終わりな感じって。うん、あと2分。もう結局明日することは決まらなかったので、今から相談したいと思います。リカティと7000人超えたよ。ありがとう。1時間でね、いっぱい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、明日もちゃんと行きましょうね。何を？生きるってこと。あ、生きる。行きましょう。ゴーさん、あいあい、しゅんくん、マスミさん、ゴッちゃん、シュンタン、リンヤン推し、ユーナちゃん、ヨッシー、カナピ、ムーさん。全然読めない。なんだ、アイカリンちゃんだよ。アウユフォートさん、マルカさん、ハルカさん、ハルカさん、フー、うん、さん。よし、頑張ってね、マルカさん。カリンちゃん不足。はい、みんなバイバーイ。今日はありがとうございました。グダグダでごめんね。またやるね、急遽。今日はちゃんと告知もせずできちゃったからね。グダグダ万歳。あとね、30秒ぐらい。ほんと？うん。これだよね。多分勝手に切れるんじゃない？あ、そうなの？ほら。みんなありがとね。MJさん、のんちゃん、ゆうなさん、リアルソウルさん、しろちゃさん、かりんちゃん、かりんちゃん。ねえ、かりんちゃん。あやねさん、ボブ、ほっぺた柔らかいって。ありがとう。じゃあ、バイバイ。バイバイ。待って。さよなら。バイバイ、みんなありがとうございました。バイバイ、みんなありがとう。ブーピさん、マスミさん。あ、なんか来たよ。これいい感じ。イエーイ。ありちゃん。どうも。イエーイ。イエーイ。なんかみんな見えてるかね。ありちゃんだけだ。
あ、カナピもみんなありがとうございます。声が大丈夫？こんばんは。私のいつ司会の握手会みたいになってる。私も握手会で声が枯れました。そうだ、でも治ってきた方。こんにちは。ごめんなさい、ね。ほら大丈夫って声。大丈夫。ごめんなさいね。今日は8時とか言ってたんですけど、9時からになっちゃった。なんかね、さっきまでね、うん、お買い物行ってました。明日の準備。21時なのに元気すぎやろ。本当だよね。どんな時もこんな感じです。いや、まだ21時。まだ21時。だって。夜はこれから。やばいやばいやばい。酒焼け声。何酒焼け声って。あ、酒飲みすぎて焼けるってこと。飲んだことないわ。まだ17歳。あの声になった時、あきら先生に、え、酒焼けかって言われた。あ、マジ。ちょっと喉がね。そうですよ。そして、明日は私たち2人で何があるでしょう。そうです、はい、ませんね、はい、聞く暇なかったね。ステージです、2人で。そうです、ででそう、ステージ、それでですね、あの、はい、何をね、しようか今迷ってます。うるさい、行くよ、だって待ってます。あきらさんだって。あ、あきらさん、あきら先生、あれだよ、何したいかな、あ、違う、何してほしいかな。そう、そう、明日のステージ。こじりかじゃない、リカリン。どっちでもいい。こじりかかわいい、なんか。リカリンでーす。いやー、こじりん自己紹介してる。自己紹介。こじりんザムービー、リアクション。もっとやりなさいよ。こじりんちムービーレディー。あ、関東出身コンビだ。聞けよ、最後まで。あ、いや、やっと、いや、初めてだよね、リコちゃんと。そう、イエーイ。コントみたい。シュンタン、シュンタンだよ。今日、あ、シュンタン。今日行ったよ。明日、個別行くよ。ほんと？しおりん推しだって。しおりちゃんはちょっと今日はいないけどね。で、明日何をしようかっていう相談を皆さんにしに来ました。そうです。何がいいと思いますか。なんかね、考えてるけどね、うん、なんか私らだけのみたいなことがしたいの。そう、したい。うちらにしかできないこと。そう。変顔はいつでもしますよ。え、もういつでもします、マジで。いつでもする。で、公演でもしてる。してるな。バータリゴーの時。目合えばな、変顔して。キモい。前回、ゆずはさん。ゆずはさん、あの講座1番からバータリー号の1番から2番に変えてる子って言ったんだけど、笑いすぎ。その時のユズハさんが、いや、変顔が。ちょっと今度ユズハさん見るわ。ちょっと待って、ほんとに違う、ほんとにやばかった。それでガチでリカ笑っちゃって。愉快ですね、研究生公演は。リカティ笑い方、わらわら。草生えてるよ、いっぱい。酔っ払いやん。雑草。奉仕活動。キモい。ほんとやだ。やば。ねえ、もう決まらずに多分終わると思う、今日。助けて、みんな。みんな助けて。ほんとにやだ。ね、助けて。うん。ね、何見てんの？怖いんだけど。何が見えんの？私に見えるんです。怖いから。ね、何したい？何分間だっけ？10分間とか。10 minutes。
だるまがいっぱい。ありがとうございます。はい、これ。なんかみんな言ってるよ。ちょっと、じゃんけん。じゃんけん。今しようよ。じゃんけん。あ、明日じゃんけんで。あ、そういうことか、そっちか。うん、そういうこと。大阪来てびっくりしたことはあるって。ごめんなさい。大阪来てびっくりしたことはあるって。大阪来てびっくりしたことは。うん、何それはダメ。なんだろう、びっくりした。夜まで眠らねえなって感じ。街が眠らねえな夜までって感じらしいです。はい、次石です。タワー、あ、すごい、東京タワーだ。東京タワーだ。でもね、ちょっと違く見えるんだよ。え、そうなの。なんか左右反対なんだって。リカティ、今日いいことあったの？だって。いつもこんな感じよね。念願のリカリン。イエーイ！今日は串会行ったよ。ありがとうございます。ます誰だ？リカティ、やばいから。いえ。マジ、マンジ。やばい、やばい。マジ、マジ。この人こんな感じです、いつも。あ、マジ。テンションついていけへん。ねえ、私も。ねえ、私もついて。ね、私もついていけない。やめなさい。脳が手に。赤ちゃんみたいだって。えベイビー。ベイビー。ココナだよ、赤ちゃんみたいな。歌歌ってって。やっぱそういう方が。今日は声がハスキーだから、リカティのモノマネができる気がする。やってみて。なんだっけ。海ほた。海ほた。めっちゃ。だってバカにしてるって言われんだもん。しおりちゃんの真似とかしてたら。でも、うまいです、人の真似。歌い方がうまいですね。いや、リカティは、ちょっと声が似てるからやりやすい。ハスキーな感じ。やめな。あ。リカティのテンションめっちゃ好きだって。パトカーやパトカー迎えに来たぞ。やっべやっべ怖い怖い。もうどうする。本当に決めないと。うんうん、思ってる。君を思ってるよ。本当？いたって真面目です。オッケー。みんな生きてますか？人生楽しいですか？やっぱり歌とかそういうのやった方がいいんですかね。でもみんなそれやるからな。なんか理科やった方がいいですか。でもなんか今日握手会でも何やったらいいかなって言ったらやっぱ歌とか歌ってほしいみたいな。変顔対決なんて。やめたらいつもいつも。じゃあ10分間変顔しよう。ずっと。それで終わり。この筋肉が。漫才してほしいだって。漫才。それもちょっと思ったんですよ。そう考えたんですよ。だけど一応関東だからなんか関西の子ね、なんか笑いをバカにしてはいけないと思ってそれに実際ねやろうってなったらちょっとつまんないかもしれないから。そうだよ。考えたんですよね。でも考えてもらうならネタを考えてもらおうと思ったけど。喋って謙虚だってはい、どうもどうも。いい、ちょっと待って、焼酎泣いてます、本当に。え、めっちゃ泣いてますもん。もうやだー。
ってこう食べながら出ちゃう。嫌だ。したら、ナオミさんに慰められてる。そう、ナオミさんが慰めて。え、めっちゃ泣きます。本当に、言いますよ、みんな。この5期生のボスはですね、ボスマジ、結構こんなね、スタイルも良くて、こんなんですけど、泣き虫ですよ。本当に。鉄の女リカティ。鉄の女ってどういう意味？あの何にも鉄みたいに波動じないってことですよ。かっこいい。動じてるんですけどね、それを隠してるだけなんです。なるほど。ご期生密着いつも泣いてる？みんながメンバーが。確かに。これなんで全然前座の時泣いてた？泣き虫くじりん、泣き虫くじりん。ダンス好き？意外と可愛いだった。ダンス好き？意外と可愛い。ありがとうございます。泣き虫小島さっきが言ってるよ。まあ、泣き虫なの？泣きりん。あ、もう今度泣きでいじられるよ。でも顎じゃなくなったらいいかって。あ、顎よりリカティも場面今来たって。ええー、私的には始まる前にこうついて、あ、ショールームやるんだ、見よう、ポチみたいなの想像してたんですけど、ちょっとうまくいかなかったですね。ガッピーン。アキラはどこ？キラ先生はもういつも私たちのここにいます。そうそう、ここにいる。ここにに、え、泣きやご。リカティガビー好きだね。ガビーン、ガッピーン。ちょっとついてきなくなってきた。いいとこいるな、ここっすよ。はい、イヒかっけー。え、よくやばし、よくやばし。ピーなの、そう。ガビーンじゃん、ガッピーンです。ピーなんだ。そうですね。研究生曲、先だけ聞いた。あ、ありがとう。あ、めっちゃ。ゆっくりと登るから、僕たちはいつ。はい、次行きまーす。昨日も3、もうめっちゃ聞いてる、ね。そう、自分の声が CD に収録されてだけだ。ムレピン、それもめちゃくちゃいい曲じゃなかったですか？研究生の12月28日の劇場版に収録されている太陽が坂道を登る頃っていう曲なんですけれども、あの研究生の曲でしてですね、ほら本当に結局明日何をするのって来てんじゃん。何しようかな。なんだよ。何してほしいですか？二人いいコンビやな。よく言います、よく言います。ムーキョさん、キスでいいんじゃない？こんばんは、渡辺。キモキモキモ。リカティロボットダンス。オオカミとプライド。でもね、そう、それはちょっと理由があって、この前でもね、ショールームでもね聞いたんですけどね、今度ショールームでやろう。どうね、どういった曲流した？歌っちゃ。あ、そういうことね。ファッションショー、ぶりっ子対決。やだ。無人コとか、もう一緒で、無人コとか、そういうのできないんで。無人コって何ですか？無人コ。みかん、無人コわかんない。キモい。太陽が坂道を登る頃、泣きながら聞いてたよ。嬉しい。だってカリも泣きそうだった、初めて聞いた。いや、泣いてた、泣いてた。泣いた、泣いた。きつい、きついだって。リカティのダンスを見たい。あー、しゃあがないな。萌え対決とかそういうのはね、のあれなのよ。あれじゃないの、キャラじゃない。じゃあコウさんがキス顔してって言ってるから、リカティしてあげて。いや、そこはしてよ。さっきまでブリッとしたの。キス顔ってな、キスって何ですか？素顔はちょっと急に素顔。リカティの女装がいいだけじゃない。ちょっと待って、ねえ女。
こ、見た目。リカちゃんはアンチとよく話すの？千葉県民。アンチさん好きで、たまにお話しさせてもらってます。アンチさん大好き。トゥキちゃんのよ。かわいい。手紙読んでる？あ、あれですか、ファンレターですか、うん、読んでるよね。読んでます。大切に。ジュンさん、ありがとうございます。いつも。二人で R1 出て。何それ飲み物で R1 って。何 R1 って。あの、インフルエンザにならないように、なんかビヒザ、なんか、あの、ビフィズスキンみたいな赤いやつ。R1 ってなんだ。僕はリカに怒られた。リカティ来たよ。あ、ありがとうございます。リカティ私のツボ。ツボ。じゃあこの辺がリカティツボって決めましょう。こう顔にツボって何個かあるらしくてですね。オッケー。かりんちゃんに怒られたいだって、のんちゃん様が言ってるよ。はーい、のんちゃん。ボス、ボス、ボス怒られた。プンスかー。ね、笑ってる。ボス怒られたら怖いんだからね。ボス怒られた。でも怒ったことあるよね、なんかあの時、なんかコンサートの時。リカニじゃないよね。本気でかりんちゃんが怒ったの。あの、あれから怒ったことある、かりん。うん、あんまりよくないね。かりんちゃんが、まあ、誰とは言わないんですけど、コンサートの時に。そう、でもこれ言ったこの前。ほんと？もう。しおりちゃん？そう。そう。え、ちょっと間違えちゃったんだよね。で、何回もくくり、それで、で、リカが、なんか言おうと思ったのがこう終わったってね、間違えたほんと気をつけないよって言おうと思った。違う、だって、でもね、初めてのコンサートだったからね。しょうがないよな。立ち位置の見方がまだ分かってなくてね。うん。そう。で、それで、リカが言おうと思ったの後で、こう、はけた時に言おうと思ったらもうすでに。もうすでに言ったじゃんなんで間違えたの？しおりちゃんって言ってたね。あん時は、ちょっと、自分も切羽なんかちょっとやばかったから。怒ってる。初めて怒った。ボスが怒った。あれが最初で最後に怒った。ね、ボスキャラいいと思うよ、マジで。いらないわ、そんなキャラ。裏のボスみたいな。何それ。でもね、そのかわいいあんの無期生密着のやつをいつもコメント付きで見てるんですよ。あ、見てるね。そしたら、まあ、ボス登場みたいな。かりんちゃんが出てきただけでボス、ボス来た。ボス登場、ボス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 。どういうキャラですか、私。リーダー、候補。そう、解説しもしも？しもしも？さよなら。え、さよなら。なんかさよならって言ってる人がいた。さよなら。さよなら。清水さん何言ってるかわからないこと多々よくあるんですよね。でも自分の中では一応あのその過程があって、さよなら黒オル青い海キーザキンダ大好きだったあなたの、OK、です。次行きます。告白してや。標準語で言ってみて。好きです。好きっす。チャラ。愛してます。愛してます。女子にキュンとさせてください。多いですね、そういうの。好きやの、あ、ダメか。じゃないか。好きやの牛丼。しゅんくん、リカティ今日行けなくてごめんな。大丈夫ですよ。許さないかな。そこは許せよ。事情があんだよ、その人にも。ごめんごめん。明日はカラオケ大会。でもね、こう、相棒が、こう、喉が、こんな状況だからね、ちょっとかわいそうはですね。独り占めだー。リカティにも怒られたい。ああ、上等じゃねえか。怖い。そういうね、ドラマを見てきたから知ってんのよ。ダンス対決。フラダンスやろ、フラダンス。やったことな。リカリンで押し飯やったら面白い。押し飯押しまっておしまっておしまっておしまっ
ロロスが好きだって。うん、素敵な曲です。リカ関東で待ってるね。みんな、待っててな、関東で。私の生まれたところ。それが、関東。関東、カンフー。関東、カンフー？何言ってんの？やめなさい。関東、千葉県民だよ。あ、もう家族ですね。ファミリカティ。もうみんなもう心配しちゃっても、リカちゃん大丈夫？お酒飲んでない？とかもうめっちゃ来てんだから。テンションやばい。それな。すずちゃんはどんな子？いい匂い。どんな子でいい匂い？いい匂いで。たまにネジ外れるとやばい。やばい。公演終わりの DMM がやばい。なんか、基本的5期生みんなやばい。やばい。なんか、あるせい、このベースにあるもの全員やばいな。やばい。そう。ニカティが一番変。やった一番なんて。ポジティブシンキング。ココナってどんな味？甘くて、美味しくて。ふわふわしてる。食べたことあんのココナ？うん。毎日。今日も食べてきた。美味しかった。レイちゃんどんな子？レイちゃんもいろいろやばい。レイちゃんもやばいな。いいな、いいな、え、いいな。よく言う。ドビー。いいな、ドビー。ドビーのモノマネが可愛いんですよ。誰が一番おとなしい？いいねっていうなんかさ、なんか来てる。ねえ、無視しないでよ。何？誰が一番おとなしいって聞いてんの？おとなしい？ミオン。あ、でもうるさい時はうるさいな。え、おとなしい人いない？あ、確かに。あ、いや、うん。あ、常識人、落ち着いてんのはこの人です。でも、こういう人やばいんで、いろいろ。ぽくないし。なんか二人カップルみたいになって、えぇ？キモい！どうだ？最近のモモルンはどうですか？あ、ファッションですか？最近変なおにぎりの変なの買ってました。私とレイちゃんは絶対に買うなって止めたんですけど、買ってたな。なんか買ってました。あ、リカティの5期生密着ダイジェストが載ったみたいだよ。え、うそ！あ、皆さん、明日の、11時半だっけ？見てます、今。ねえ。ねえ、マジ？ぜひ皆さんも見てね。出たえ、皆さんも見てね。YouTube でかわやん TV の明日放送の私の回なんですけど、の予告みたいのが、載ってます。うん、乗ってる。ねえ、もうリクロおじさんにも会っちゃったんで、私。いや、もう友達、リクロおじさんと。友達。リクロおじさんと喋ったことない。マジマジ。あ、出てきた。かわいい。で、しおりちゃんとかりんちゃんも途中で参加していただいて、その、楽しかった。見ていただいたらわかるんですけど、NMB48 っていう曲あるじゃないですか。の出てくる名所全部を回るっていう企画を私ずっとやりたくて。めっちゃ前髪短い。え、リカティ泣いてんの？え、泣くのあなた、ね。初めて泣いた。ね。ね。何これ、このシーン何今の。何あのですね、結構、泣くのあなただって。泣くの？ねえ、何で泣いてんだよ。あんまりリカティが泣いてんの、なんか、でもあの時見たんだけど。どの時？やめて。ね、黒歴史。黒歴史。コジーのリアクション。このまま雑談でいいじゃない？だって。そうする？どうする？明日何しよう？本当の目的からそれってないだろ。すいません。そうなんですよ。すいませんね。すいませんね。それ、やっちゃうんですよ。よく。ずれて、こう膨らんじゃって、そこへ、またずれて。で、またここへ。30分で、あと30分で決めましょう。誰が一番うるさい？どれがうるさい？どうしに決まる？どれがうるさいですか？あ、みんなスクリーンショットタイムですよ。リカティの声好き。いいよ、真似してあげる。ウニホタルを触りすぎれば。思い出の横が涙ってにじむ。早く決めようよ。
似てて笑った。そう、今のはちょっとふざけた。怖っ。リカに会いたいよって言ってるよ。ほんとかいね。山田のモノマネもむずいよね、結構。ビブラートぐらいかな。僕は、無理だ。ねえ、めっちゃ綺麗だからね。夏のす、あれで、あれだよね、裏声の使い方が特徴。綺麗、めっちゃビブラートして。真似できません。貞子って言われて。あ、よく言われてましたね、小さい頃。あれ、もっと髪、今これ多分ちょっと短いぐらいなんですよ、一番。今、人生生きてきた中で。あれ、めっちゃもっと長くて。で、あの、お化けやごっことかするじゃないですか。絶対私、貞子なんですよね。はい。いつも、貞子。リカちゃんは貞子ね。何もしなくていいから。いっぱい来てるよ、コメント。リカティのパーカーかわいい。今日、ココナと色違いでした。ねえ、めっちゃ赤もありがとうって感じ。リカティに感謝。そう、ココナ今日、ウサギやったんです、私が。私は黒ウサギって、結構闇抱えてそうなウサギなんで。でも、ココナはピンク、真っピンク。あ、ブログに載せるのあと見てください。あの、リカのブログで、清水リカって書いてある。ぜひコメントも。かりんちゃんポリーテール可愛くないですか？よくこれやるとさ、人参って言われなかった？中学校言われなかった。そう。よく一回やられた。人参。嘘じゃん。ポニー。人参じゃねえし、ポニーだしとか思って。やった。ポニーテール可愛いって。ポリポリ。ねえ、ちょっと前髪がやだ。斜め前髪。なんかさっきのあれもめっちゃ、ね、めっちゃくすんでない？この携帯汚い。うまりん、ビッグバン知ってる？知ってます。夜が来た。あ、リカモバメと、あ、今届いたの？さっきね、リカモバメでね、この告知をしたんですよ、ショールームの。ショールームの告知をして、したんですけど、なんだ？リカティやえば。ない、かい。めっちゃ歯並び。バード、かっこいいって。ツイッター解禁が待ち遠しい。あ、私さっき言ってたんですよ、帰り、帰り、じんちゃんに。私絶対ツイッターやったら寝起きドッキリします、みんなに。宿泊とかの時に動画載せられますよね。だからこうまず入るところから、寝起きドキドキするの大好きなんです。だからこうやっておはようございます、今朝の5時です、それではお越しにしたいと思います。絶対本当にやる、本当にやる。開きました。もういいから。やんなし。明かりがついてますね。やりたいです。いいね。24時にリカティにやったあるよ。イエーイ。暗くて見えなくない？あ、寝起きのキリが。そうそう。絶対飲んでる。ノーノーノー。あ、本当に私飲んだことないです。逆ドッキリあるかもよ。確かに。確かに。私が逆に部屋行ったら誰もいないみたいな。あ、私が出されるってこと、ね、あ、そういうこと。逆ドッキリ考えとく。ドッキリやりたい。絶対面白いと思うの。マジ、今年はどんな一年だった？プライオリティの裏話。ほら、いいなよ、いっちゃいな。大好きで、ももかさんがかっこよかったって言ってますよ。かっこよかった、ね、すっごい優しかったし、なんかめっちゃなんか似合ってるよみたいに言ってくれてるの、うちらに。そう、他にずつこうやってこんな感じで見てた。一応木下桃花様選抜らしくて、めっちゃ嬉しかったよね。なんかもっとミュージックビデオに出れるのって先だと思ってたからね。それもと思って、うれぴかった。めっちゃ本当に壁だったらこんな感じで見てた。明日のリカティ密着のやつ絶対見るね。ありがとうございます。見ようね。私一応カメラの前で泣いたのはあれが初めてです。やっぱり、うん、そうだよね。あんまり泣いてこなかったんで。あんま泣かないんですよ、リカティは。他にも泣かないけど、ね、あんまり。いや、泣く。お前は何。え、こないだリカティのフリートークがにこじりんが突っ込む。
今みたいな感じですね。裏話を教えてください。裏話、この人が結構リカのことが好きっていう、実は実はそうですよ。好きじゃない、私のブログを読んでくれれば分かりますかね。ホジリン積んでるって検索していただければ多分ヒットいただくので、はい、次カリンちゃん積んで、そうですよ、ま、これは個別に来た時にでも話します。はい、ほらツンデレだよな、だってほらみんな言ってるよ。別にツンデレじゃないし。コジティ、理解、まあ、何でもいいか何でもいいな、もういろいろ。リカがさ、T がついてるから、あ、リカ T がギターもありなんだ。持ってくの まあいいけども。でもカリンはあまり歌を歌いたくない。24時間テレビ頑張って、だって24時間テレビもう少しじゃないですか。ね、見るの楽しみ。ね、もう待機するから、マジ楽しみ。 INN 待機です。見てよ、顎押し、ここだけ押してくれてるありがとうございます。いや別に出てないですよね、そんな。ねえ、これでも中学生の時から言われてたんだよ、出てるよねって。リカはね、あれだ、ありがとうございます、あれに似てるって言われた、ラクダボイなんか携帯のアプリみたいなのがあって、小学校の時、まあ、だからガラケーなんですけど、なんかその自分の写真撮って送ると何に似てるかを送るみたいな、あの奥さんのサイトが送り返してくれるみたいなのがあって、でみんながこうなんかウサギとか、うん、なんか可愛いやつのパンダとかリコロクロロッとラクダっぽい。カリンちゃん好きって言いすぎて、私学校でおって言われてます。嘘じゃん、ほんと。わかった、カリンちゃんのじゃあファンの名前はアゴリンで、ん、アゴ、ん、アゴで、アゴでいいんだ、アゴで見直せた、アゴ、今日アゴっつって、元気か、今日もアゴアゴしてっかー、わーみたいな。俺もアゴなの、アゴラーだって、アゴラ あ、いいよ、いいね、よくないけどね。私あ、体操着、体操着はよーだって。体操着着ようね。え、もう、学校の違う。今日も握手会にいましたね、体操着。着なくてよしだってよ。ココナタンが、ね。あ、アゴーレだよ。あ。って書いてあるよ。どうも。アゴーレ。もう、アゴっていいね、あのワード出したら、こうなっちゃうからやめて。みんなアゴレ、アゴ、アゴ、アゴリン隊。あ、もうみんなアゴリン隊。アゴリン族じゃん。アゴリン族ってなんやねん。カリン島。カリン島の塔がその塔ってこと、うん、すごーい、リカはアリカのファンの名前はみんな虫かな、ラクダ。ねえねえ、名前書いてない、名前、名前、ラクダ。いいね、ラクダ。ない。わー、韓国のリカティのファン。あ、よろぶーん、ありがせよー、清水リカイムニだー。すごい、喋ってんの。何言ってるか全然わかんなかった、私今。アニハセヨー。ぐらいしかわかんない。イムニだ。清水さん家。家。なんて読むのこれ。池？清水さん家？清水さんち、ち、ごめん、次行こう。清水、あー、ココジリンって何歳だってよ。17です。え、韓国人なの？え、違いますよ、違います、韓国が好きだだけ。老けてるんでー、よろぶん。え、韓国人に見えます、イエー、そんなこと。いいじゃん、かりんちゃん会いたいぜ。 ありがとう、ゆうなちゃん。研究生公演当選した、イエー、あー、しゅんさん、イエイ、待ってますよ。いつだろう、しおいちゃんの生誕の時かな。どっちが年、はーい、私が年上でーす。こう見えてもこう見えてもリカティの方が。リカティのファンは清水寺、あ、間違えた、清水寺あー、清水寺、そっか、清水って読むのか。うん、そうだよ。二人顔似てるよね、よく言われます。
でもよく見たら違います。違うの、よく見たらミカの方がちょっとムチッと、あの見分けのあれができるんですよ。ちょっとムチッとしてて変な方が私で、落ち着いてて細い方がこっちです。でとりあえず、あの子うるさいなって思ったら清水理科だと思ってくださいね。そうだよ。でも握手会はなんかうるさいって言われる。さやらちゃん明日のサイン行く。え、ありがとうございます。さやらちゃん了解。確かに確かに。だってだから見分け方、見分け方、身長高い方はだから。かりんです。何センチがOK？ 164センチ。え、164センチぐらい違います。意外とね、あれ ね、一緒に見えるけど意外と4センチ差がありまして。そうなんです。ね、結局何する？ね、本当だよ、何する？で、ちなみに今日は10時までしかできませんので。一番好きな、何一番好きな、え、こういうの大好きなの、あ、歌は？僕らのユリーカ。あ、LMB でですか？でもよく言ってる、これは見分けつかんだって。いやー、よく言われる。いや、本当によく言われますよ。今日も5人、3人ぐらいにリカティって言われた。こじりんですって言った。リカ、顎で見分けるなんだって。唇乾燥して、青森から見てるよ。な、うわ、リンゴだ、リンゴ、リンゴ、あ、リンゴだよ。リンゴ、モノマネしてだって。あ、じゃあやりますね。モノマネします。何のモノマネ？これアニメとかいいの？わからない。似てるんですけどね、リカティの。握手会でやってもらいな。うん。あ、うん。アーヤンの真似して。この前はなんかあったけど、難しくない？アーヤンのモノマネって。うん、え、できない。あ、アーヤンの写真撮るとき。それバカにしてんだろ。怖い怖い。みかん娘は？だって、みかん娘は今日唇乾燥してる。だって、え、全然ですよ。逆にペッタペタだね。いや、塗りたてなの。 そう見えるのかな。画質悪いかな。リカティが引きがかりしてコジリンが踊ってる。それもワンちゃん。画質良好だって。そんなに見えんの？いや、いや。ウーパールーパーって何やってんの？え、出たの？何やってんの？声で一回好きでめっちゃ見てたっていうのがあったの。メンバーのモノマネして今ここでですか？うん。それとも明日？でも今日はリカティの寝起きのモノマネやっとできたから。違う！でもママにそれ言ったの？目のパチクリがこんな感じなの。で、3秒停止するよね。で、理解した瞬間。なんかさ、寝てて、リカティが。うん、それで、なんか、疲れてた時に、疲れてて、寝落ちって感じだったんですよ。うんうんうん、で、それで、3時間後ぐらいにリカティを起こしに行ったら、その日にね、うん、そう、なんかさ、お昼寝しててさ、パッと起きたらさ、え、朝になってるみたいな感覚あるじゃん。めっちゃわかる。だからその感覚に陥らせたくて、リカティに、ねえ、もう朝だよ、ねえ、今日仕事あるよとか言ったら、リカティが、え、仕事今日仕事、え、朝違う違う。めっちゃ面白かった。だってなんでしょ、それさ、まずさ、かりんちゃんたち、え、やばい、仕事に遅刻するっていうのと、お風呂も入ってないってことだから、うん、あ、いろいろやばい、どうしようっていうか、なんだろう仕事ってと思って、あれ今日あったっけとか、もういろいろ考えたんだから、もう心臓に悪いです。面白かった。飛び起きたよね、あの時。 X 知ってる？知ってます。いい、え、あ、ダメか。公演曲何が好き？迷う。キンスタ。うわっ！
だって、ピベとメシベの夜の絶対嫌だね。なんで だって触ったりするんだよ、こうやって。ああ、なんてやりたい。リカモモネさん。カリンは横からってまたちょっと違うもんね。ここなんじゃなくて、それはダメ。誰がいい？ナオミさん？いやー、ナオミさんとはもっと可愛いのがいい。わしめと。独占権とか？そうそうそう。リカティ、ミチャコが喜んでたよ。あ、じゃあ、I'm sure。ん？何それ？やるか？ I'm sure。聞いたことある。もちろん。うん、わかんない、英語は無理。リカリンの滑らない話、でも滑らない話っていうのは滑るから面白いんだよね。滑らない話っていうのは、うーん、お腹すいた、めっちゃめっちゃめっちゃお腹すいた。みんなの好きな食べ物は何ですか？私は冷やし中華です。夏はずっと毎日冷やし中華食べてました。でもでもの好きです。だから食べたらどこのコンビニの冷やし中華か分かります。コロッケ。何コロッケ？リカリンに好きって言われたい。だってセイラちゃんだよ。好き好きっす。好き好きっす。好き好き好きっす。好き好き好きっす。リカティ可愛いかも。かもって何？可愛いんだよ。カモの橋かもカラコン入れたりする。入れちゃダメなんだよね、うん、入れてないです。ほら入れてないです。昔は眠そうな目。アヤティンに、あ、見えなかった。 あら綺麗な白目。白目。コジリン、コンタクトは？だってコンタクト今日も入れてる。チョコチップついてるよ。まだまだですよ。カリンちゃんとリカティが笑ってたらそれでいい。リカティに手紙書く。あ、ありがとうございます。おめえ乾いてないよ。いつもリカに怒られてる。メバチコ可愛い。メバチコじゃない、ね、メバチコってさ、物もらいのことですよ、うん、メバチコじゃないんですよ。これ涙袋ですよ。もともとです。ちょっとね、もともとちょっと腫れ気味で涙袋が。いいじゃん。で、あと、三重なんですよ。三重だから、焼かれてるように見えるけど、全然、違うんですよ。いつも心配されるんですよ。違う、メバチコじゃなくて、もともとこういう三重なんです。そうなんです。ハート。すごく不自然な二重。あ、そうなんですよね。三重なんですよ、もともと。でも見えてあんまいないからよっしゃーって思って。いいね。リカティ待ってて。待ってます。ほらもうみんな明日何するのって言ってんじゃん。何する？あ、もう43分。やばよ。やば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 。もうよ。目覚める一言だって。何に？わかんない。何に目覚める一言？清水。なんだよ。いじった？やめて、いじってない、いじってない。本当にお願いだからいじってない。元からなんです。元から見えなんです。ってそういうことでしょ。あ、そういうこと。うん。やめて、本当にお願い、マジで。元からです、本当に、本当に、マジで、マジで。本当に。こういういじりのことかと思ったら、いじり。元からなんです、見え。確かにちょっと不自然ですよね。ほら。綺麗だよ、二重。リカティ、元からです。ほら見て。ね、人工じゃない、やめて、マジで。何、本当人工って何？なんか作った二重って言って。ほらみんなやめて、めんどくさいから。マジでめんどくさいから。ほんとほんと違うの。ほんとに。次行きましょう、お話の話題に。だから明日何する？ねえ、ほんとに違うんだってな。ねえ、そのネタになっちゃってるよ全部。何円かかった？物まねたいかい？うん、いいから。物まねたいかい？それはちょっと事故りそうだからな。加湿器。
何言ってんの。ココナタについて語るのはやっぱしおりちゃんとかな。ココナタいないしね、ハッシュタグステージには、うん、呼んでもいいみたいだけどね、いろんな、なんか誰でも。これ昭和生まれ。そんな老けてる。喉痛い。老けてない老けてない、うん、イカティ目がない方ね。ん。そんなことないよって言ってるよ。別に老けてないですよ。そうそう。ステージ何時からだって。何時から、わかんない。調べときます。でブログとかに書きますね。そうだ、ブログ書かないきゃ。明日ディズニー行く。アンチュさんの握手会昔通ってた。知らなかったの。そうなの。アンチュさん行ったことある。かわいかった、ね、めっちゃかわいい。大好き。マジでだって。マジマジマジマンジ。普通に二人ともかわいいよ。明日行けないからエア握手して。にぎにぎ。どうもリカティもしかして忘れた。何が。何の忘れ物。なんか今見えたコメントがあったのに。コジリンのお尻が好きらしいだって。アンチュさん、そう、触ってくれるのめっちゃ。めっちゃこの人細いですよ。本当にやばい。食べてる？あ、食べてるんだよね。めっちゃ食べる。夜とか寝る前さ、アイス3本食べてるんですよ。ねえ、ちょっと。あ、本当。ママに聞かれたら怒られる。神様って不公平。本当に。お肉あげようか。お肉食べたい。足がすごい。本当に。本当細すぎる。やばいマジで。ムカつくだってすいません。ママだ。ムカつくわ。ごめんなさい。あ、私ごめんなじゃない。明日は足つぼマッサージ。いいね。いいな、行きたい。彼 YNN で一回行ったけどね。あ、行ってたね。行ってないの。足つぼな。レモンアイスそのぐらい食べてるよ。あ、一緒だ。お揃いだ。コジリンはモデルさん。コジリンもうちょっと肉つけた方がいいな。真面目に心配されてる。キタケンじゃないよ。キーフターの時の顔を笑わないから先に歌って。ここに影が入るの。いかはさこんなんで。こんなにかわいいよ、その方が。こんなんだ。顔だけがね、ねげっそりしちゃうんですよ。二人の握手神対応だった。だってイエーイですってよ。あと12分だって。こんなことしてる場合じゃないんだよ。結局何も決まらずに終わりそうです。逆にこうやって気ままに話してる方が面白いかもしれない。何かやるというよりも。でなんかそう喋れるっていうのがさ一応武器じゃん、うん、どうしたの、なんで笑ってんの。急に真面目に話し始めたから。意外と真面目だよね。うん、これぐらいね。この前最前で明日ディズニー行く、うん、いいなぁ。二人の握手よ、読めない。お肉よりココナタン。うん、ココナタン。ユニバ行こう。行く、行きたいな。オーディション。リカは僕のお姫様。どうぞどうぞ。あげるあげる。リカみんなのお姫様。大丈夫そういうの。って言ったらパパのだって。リカは。パパが言ってたの？うん。うわ。パパリカティのパパめっちゃ面白いんです。コジリンって言ってくれる。コジリン、コジリンさ元気？コジリンと仲良くしてる？もうほんとコジリン素晴らしいよって、ね、うん、パパコジリン推しなんですよ。そう、コジリンじゃなくてコジリンって言ってくれる。何回もコジリンって言ってんのにコジリン、コジリン、うん、そう、コジリン。花ホジリン。汚い。二人の共通で好きなものある？だってキムチ鍋。キムチ鍋。お腹すいた。あとさ高校生だからさいろいろ話し合うよね。うん、
あとさ、関東だったから。うん。